6人の内訳は、60代女性が4人、50代男性が1人、40代女性が1人で、5人はすでに症状が回復し、退院しているということです。また、倦怠感や貧尿などの健康被害を訴える相談は、今月5日時点で38件寄せられています。愛知県内では、紅麹原料を使った商品を販売していた7つの事業者が自主回収を進めていて、 大村知事は健康被害の相談などに今後も適切に対応していきたいと話しています。